どんこちゃんめめです。今日もスワップの解説やっていこうと思います。では見ていきましょうか。さあまずはどちらからスタートするか。テトスタートですね。あ、ちなみに今回気分転換でなんとなくキャラ変えてます。自分 Z なんで、まあ、かなり違和感あるかもしれないけど、俺が Z です。まあ、マフマスさんリスペクトといったところかな。ってね。まあ、そんな、まあ、それは置いといて解説していきましょうか。これは、穴バラが相手の方がいってるので有利。なおかつ、T スピンダブルテトリスと打って、これ一方的にテトリス仕込んでるので、相当有利ですね。相手高く構えてるけども、この時点で飽和で、だいぶ有利なんで。落ち着いて立ち回っていきたいですね。さあこれ3列目の紫飛ばしたけど大丈夫か。キゾロで、あ、ちゃんと解消しましたね。ちゃんと3列目の紫巻き込んで、飛んでたのを解消したのは偉い。さあこれ一方的に発火したので、勝ちましたね。もともと相当有利だったっていうのもあって、なおかつ手との地形でも有利だったので、そのままこれは普通に勝った感じ。さあ、ぷよスタートで。こっちが先寄り GTR。相手が、ザブトンエルシュかな。ザブトンエルシュですね。さあ、単発飛んできて。これは、黄色発火です。連サビ赤入れて、全部入れましたね、これ。しかし赤発火にした。相手は、引けてなさそうですね。紫1個置いて紫赤だけど、おそらく引けてない。それに対し、俺は、これ11連鎖ですね。11連打っている。これ相手が引けてないので、テトリスで耐えきれない限り、まあ、勝ち確なので、まあ厳しいです、ね。結果良好。25秒の中で発火確保するか、確実に発火するかっていう、だけでもう難易度がかなり高いのでね、このルール。もう常に2色発火、もう2色発火でも引けない時とか普通にあったりするので、まあ、そういうとこがすごい難しい。さあこれは階段かな。階段積み組んでる。懐かしい。なんか階段積み組むとすごいなんか昔を思い出すんですよね。自分が初心者だった時の頃を思い出す感じがある。さあそのまま発火して、7連鎖。さあ、間に合うか？間に合った。これ強い。このパフェにコンボがつくかつかないかっていうのはすごい変わるんですよね。もともとパフェ10ラインなんですけど、コンボがつくと大体どんぐらい上がるんだっけな。確か倍近くライン遅れるんで、めちゃくちゃ変わりますね、コンボ付きのパフェは。TSD、パフェが間に合って、これはそのまま刺さりましたね。相手発火確保してなかったのかな？ちょっと見てなかったけど。はい、じゃあもう一個見ていきましょうか。さあ、テトスタートで。開幕パフェ済みと相手が開幕、TSD ですね。パフェも狙えるパターンの TSD。まあ、よくあるあるの形ですね、あれは。これちょっとティーミの遠いこと判断して普通に妥協して、妥協したけどこれは仕込みで不利ですね。相手が一方的に仕込んでる。しかしまあ3ライン消しなので、まあまあまあ不利は不利だけど全然まだまだいける。さあ単発飛んできた。それに対してこっちも単発打つ。打ってきましたね。まあ、冷静に青発火で間に合った。おっと、大見のミスった。大丈夫か、それ。しかし、なんとか大丈夫ですね。さあ、これどうだ？相手 T スピンシングルからテトリスを。これは、まあ相手が仕込んでないので、
どうだろう。5分ぐらい。さあ、打ってきた。連結3連の4連鎖。まあ、それに対して俺はちょっと間に合わなかったですよ、これ。3連鎖。あ、これでちょっと不利になった。さあ、黄色発火したが、どうだ、これは。相手6連なんで結構でかい。結構でかいので、厳しいですね。今のはプヨで2列目だったかな、なんか、緑青だったっけな。縦置きすればもう1連伸びたはずだったので。ちょっとそこが敗因だったかな。あ、でも1連増えればでも耐えれたよな、多分。これは、穴的にだいぶ有利。さらに連も繋がって十分な火力をくれている。さあ、歩みの間に合った。できればあの1ライン受けたかったけど、できれば受けたかったですね。さあ、もう一回飛んでくる。これは相手青ハッカー単発です。1回しかし、これ俺赤巻き込んでると。赤巻き込んでるけど相手も発火できず。これは多分有利です。Eスピントリプルから Tスピンダブルと打って普通に刺さった。まあ、でもこれテトリス側で刺せなかったらプヨ側ではちょっと不利だったんで、わかんなかったですね。押し切れなかったらちょっと厳しかったかもしれない。さあ、パフェ済みと、TKI。TKI はね、なんか久々に見た気がする。使ってる人がそんなにいるというわけではないので、久々に見ましたね。さあ、やっぱり JL じゃないとなんかすごいボイスに違和感があります。個人的には。JL のボイスばっか聞いてたので、すごい違和感がありますね。さあ、これは、俺は新 GTR っぽいけど、違うな。右寄りだ。右寄りですね。紫入れて、黄色発火しようと思ってるけど、これはもう、黄色飛んでるけど仕方なく、妥協発火しましたね。まあ、おそらく、引けないので、あれは。引けなくて刺さるよりは、まあ、妥協して、耐えに行くことにかけた方がいいです。引けなかったら負け確なんですけど、まあ、妥協すれば全然耐えられる可能性はあるので。ああいう無理せずに妥協するということも重要。まあ、そうすればまあここで有利が取れてるので、ここで一回邪魔していきたいが、単発打つ、2連鎖とか打った方が良かったかな今の。あ、もう一回単発打つ。相手は赤ハッカで発火してきた。あ、俺も発火した。これはどうだ、どっちの方がでかい。相手が9連鎖。9ダブか。それに対してこっちも9連鎖なんで、まあ、同じです。同時消しは基本的にテトリス側に行く火力はあまり意味がないので、変わらないので、実質同じですね。そういう意味で言えば、その、同時消しが挟む場合は、プヨ側で同時消しに、のとこの連鎖を送って、テトリス側の時に連鎖で送るっていうのが、まあベストなんですけど。あ、ちょっと説明しづらいな。今ので分かったかな。さあ、2ダブってきた。こっちも2ダブで対応しようとするが、ちょっと足りない。さあ、2連鎖打って。相手は一応発火点埋まったけど、これはだいぶ不利です。同時消しの連鎖の時はできれば、ぷよぷよ側で送りたい、ということです。
さあこれは相当不利なんで厳しいぞ。ヒースピンダブル、うん、歩みの間に合わなかった。さらに3勝あり打って検査開始、単発、お互い単発打つ、2ダブ打つけど相手は発火してきましたね。発火してきてどうだ、7ダブ、おーっと紫ゾロ間に合った。これはツモ良かったですね。さあギリギリ受け切ってどうだこれ、あいみの、おっとそれ大丈夫か、なんとか耐え切った、なんとか耐え切りましたね。相手はどうなんだろう、ぷよ側で、おっおっおこれは今見ましたか、これ今俺刺さってましたね。ちょっと、ジェイミの、多分右に、一つ右にずらして置いてしまって刺さってたんだけど、まあ、それより相手が先に刺さりましたね。危なかった、これ。ちょっとタイミングが、相手の刺さるタイミングが遅かったら、引き分けになってた可能性があったんで、すごいこれ危なかったですね。まあ、ああいう操作ミスで、一気に刺さっちゃうっていう場面もあるので、まあ、ちょっとああいうのは慎重にやった方がいいですね。価値格だと思って。はい、じゃあまあこんな感じで、まあ、今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。